じゃあフリフリ部、今日もフリフリしていくぞ。はい先輩。よし、じゃありっちゃん、はい、またよし、お尻振れ。はい、わかりました。よし、よーい、スタート。はい、もっと、はい、もっと振れ。ダメだよ、そんなんじゃ。ダメだよ、やめろ。全然ダメだ、そんなんじゃ全国行けねえよ。すいません、恥かかせんじゃねえよ。すいません。俺のフリフリを見ろ。はい、わかりました。行くぞ。はい、うわー、初そっちどっちです。りっちゃんです。はい、ということで今回はフリフリスライムを作っていくぞ。あえ、でもフリフリスライムって何？まあ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 、やっていけば分かることだ。あ、分かった分かった。とりあえず材料はこちら、タッパー、 PVA 洗濯のり、着色料、放射、以上です。材料はいつもと同じ感じだったけど、何がフリフリなの？よくぞ聞いてくれた、はい、これはね、このタッパーに材料を入れて振ってスライムを作るんだよ、今日は。なるほど。頭の悪い君でもよくわかるだろ。それではまずは PVA 洗濯のりを入れていきます。はい、初めてだったんだ。そう、うん、俺も初めて、緊張してる。あ、次はお水を入れます。はい、着色料を入れます。はい、青いいな。あ、うちのフリフリ高校の校章が青。あ、校章、あ、フリフリ入れましょうね。はい、フリフリしましょう。はい、フリフリスライムですからね。じゃあまずちょっと見本してください、はい、こんなん用意しなくていいから。ごめんなさい、もう混ぜるもんね。そっかそっか、フリフリブルだから。すいません、そう、フリフリブルってこんなもんいらん。マジマジブルですね。フリフリー、わーすごい、先輩すごい。先輩のフリフリはどうだ、プロのなせる技って感じね。これで水と PVA 洗濯のりと着色料完全に混ざりました、はい、あーすっごいフリフリな。混ぜ混ぜではこういかないね。混ぜ混ぜ部はね、こんなんならない。ならない、まあ、あいつらはね、ダメダメ、あいつらだから全国行けない。あいつらもう古いんだよ、ほんと考え方がもう。ほんとにそう、混ぜりゃいいと思ってるね。混ぜ混ぜ部のあの人はなんか部長の、うん、顔が俺好きじゃない。え、どういう顔でしたっけ。平べったい顔ほんとこんな顔じゃん、ね、うん、あーなるほどなるほど。先輩鼻だけは出てますからねはい、ということで、放射を溶かしたお湯を入れます。はい、行きます。はい、まあ、はいはい、はい、じゃあ閉めて閉めて、はい、はい、よし、ここにね、フリフリしよう。はい、フリフリー、フリフリー、どうどうだろうどうだろう。わー、でもちょっともう固まってる気がする。固まってる、あ、ほら、だって、あ、ほんとだ、音が、はい、いいぞー。あお、OK、お、なんかあの、保冷剤みたいになってる。あ、結構結構いい感じなの。結構来てるね。もうちょっとだろ。そっか、たさずに、ちょっと心配、ちょっと、話していいですか。よっしゃ、行くぞー。うわー、振りがすごい、うわー、うわうわうわ、すごい、納豆みたいな。俺らはこれは一体何を作ってるのか、うん、納豆じゃないです。あ、納豆じゃない、じゃない、じゃない、はい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 、ちゃんとしっかりしてみて、しっかりしてみて、よし、行け、行きます。おお、もうさ、だからさ、動かない動かない、もうだから後ろが全然動いてる。じゃあ最後のやっぱ4つの振りで、あ、オッケー、行くぞ。私が、あ、やべえ、やべえ、先輩の後を打つ。あ、これがお前の作ったフリフリスライムだ。いや、めっちゃいいじゃないですか。え、めっちゃいいやないか。何よこれ、すごいやん。これでフリフリスライム完成ですか。フリフリスライム完成。意外とワイルドだったけど、ワイルドだったけど綺麗にできるもんね。綺麗できたね。均等にやっぱ混ざるんだね。ね、しかも手で混ぜないから、うん、手も汚れないし。ほんとだ、これめっちゃいいじゃん。フリフリスライム流行るかもね。ほら、え、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、手も汚れないってマジでいいね。そうだよ、誰でもやっぱ作れるスライムやっぱ私たちは研究していかなきゃいけない、うん、おい、引退、うん、え、引退、あ、やっぱ4つじゃなくてもいいかもしれない。え、ねっか俺、うん、あ、いや、違う、そういうことじゃないけど、楽しいんだからね。楽しいね、楽しい。いや、でも本当にもう実験キット出せますよ、これで。あ、確かに、うん、はい、こちらのボンボンスライム作ってみた第2弾のボンボンフリフリスライム作ってみた発売予定です。です、はい。
はい、皆さん、はい、サイダー買ってください。はい、こちらのフリフリスライム、とてもとても面白い作り方なので、うん、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー下の概要欄からできる。